レジスタンスの諸君がおきげんよう。はい。カイロ・レンだ。おい、誰だよ。ガンダムだから無視してたのに、水星の魔女は学園ルズアニメだよっておすすめしてきたやつ。完全に SF サイトオーラーじゃねえか。ふざけんなよ。まあ、それはともかく、機動戦士ガンダムにおける最大のテーマとは何かわかるかね。言ってみろ。その通り、完璧な回答だ。子供が大人を戦争に巻き込まれる悲劇の戦争アニメに見せかけたバンダイがおもちゃを売るための PV だ。この動画を見ているガノタどもに伝える。俺は正直ガンダムはにわかだ。というか、はっきり言ってアンチだ。いや、お前、とかなんとか言いながら俺とコラボしたじゃん。うるさいぞ、ガノタ。ガンプラはもう1年以上作ってない。そもそも世の風潮からして理解できない。お前らが大好きなダブローやタネを途中で飽きて見るのをやめたくらいだ。俺が初めてタネを見たとき、シドミードが生み出した美しいフォルムと先進的なデザインに一目惚れしたのに、ネットの評価を見てみれば、やれヒゲがダサいだの、やかんだの、ボロクソ言いやがって。なんで NHK の人気投票で24位なんだよ。おかしいだろ。ストモリとウィングゼロが上位？あ？あんな美しさのかけらもないごちゃごちゃのメカが人気？はぁ、もっと理解できない。あのな、モビルスーツはデザインだけじゃないんだよ。作中の活躍があり、いろんなものが混じり合って、多くの人の心を掴んだのがこの2機、ストライクフリーダムとウィングゼロなんだよ。まあ、スターウォーズで言うとこうのオビワンとアナキンみたいなものだよ。ああ、そういえばいたな。アナキンとオビワンに遠く及ばないお前にそっくりなマスクをつけたか。黙れガロタ。そんなにわかかつアンチの俺が高らかに宣言しよう。水星の魔女はガンダムにしておくには惜しい傑作 SF ロボアニメだ。ということで今回は、まあ、だいぶ遅くなったが、ガンダム界に彗星のごとく現れた傑作、シリーズ初の女主人公、まさかの学園レズアニメと見せかけた鬱アニメ、機動戦士ガンダム彗星の魔女を純粋な SF ロボアニメとしてレビューしていこうと思う。よろしく頼む。あらすじ。時はアドステラ122年、モビルスーツを兵器開発する企業たちは宇宙へ進出。あまたの兵器企業をまとめるベネリットグループは宇宙で巨大な経済帝国を築き上げていた。そんなある日、中小企業の令嬢、スレッタ・マーキュリーはベネリットグループが運営するアスティカシア高等専門学園へ転入することになる。学園の生徒の多くはベネリットグループの御曹司や令嬢ばかり。夢にまで見た学園ライフ、思いを馳せるスレッタ。しかし、アスティカシア高等専門学園は学園とは名ばかりの兵器運用試験場だったのだ。生徒を媒体にした開発競争、工作する策略、友達作りに思いを馳せるスレッタ、大いなる試練と悲劇が待ち受けている。ちなみにこれが現在爆売れのエアリアルだ。HG144/1 スケールガンダムエアリアルは低価格で抜群のプロポーション、可動域、優れた造形、これを今作はガンダムシリーズでは前代未聞の設定になっている。今までのガンダム作品といえば、国家 VS 国家という構図で巨大な勢力同士の戦争を描いていたが、水星の魔女で描かれる世界は国家という単語が一切出てこない。企業 VS 企業の熾烈な開発競争となっている。一度もフォーカスされていなかったジオニックやアナハイムのような開発する側の話になっている。お互いの思想ではなく、札束で殴り合うアニメだ。主人公はテロリストでも少年兵でもない、きちんとした教育を受けたお利口な企業の代表の子供たちだ。わかりやすく言うとそうだな。ジャーナが独自に学校を作って、アキオとかトシヒロのガキを入学させて、教育っていう名目で自社のコンセプトカーでレースさせて、開発競争をさせているって感じの世界観だ。すごい発想だな。まるでアーマードコアだ。よく思いついたよな、これ。思わず感心してしまった。おい、アキオ。富士山に町なんか作らずに、トヨタ学園作ったらどうだ？伝送とダイハツをバトらせようぜ。
そもそもガンダムとは、子供が大量破壊兵器に登場して、戦争のパワーバランスを崩すっていう、ああ、もうハリウッドじゃ速攻ボツになりそうなめちゃくちゃなストーリーだ。ところが、水星の魔女では、企業が運営する学園を舞台にすることで、ガチな SF を実現している。本来、学園とは、心身ともに健全な青年を育て、優秀な人材を作り出すことを目的としているのだが、このアニメの舞台となる、アスティカシア高等学、アスティカシア高等専門学園の目的は、なんか言いにくいな、これ。の運営目的は全く異なるものだ。生徒に支給されるオイルスーツは、親が経営する企業の製品。実習事業という名目で、試作機のテストが行われ、生徒同士の決闘により、製品の開発競争が実現している。企業の子供たちの教育というのは表向きで、実際に行われているのは、熾烈なグループの代理戦争なのだ。学園というクローズドな環境を隠れる身のにして、非人道的な兵器の試験が行われているわけだ。完全なディストピアだな。バタカとかハンガーゲームレベルだ。この設定考えたやつマジ天才だな。フロムソフトエアーでも思いつかねえよ。ビーム兵器の下りにしても、あの鉄血のオルフェンズのだな。走行技術が進みすぎて実弾以外効かないよっていう設定とは逆に、スペースデブリが増えるから実弾は使用禁止だとか、兵器に関する細かな設定も面白い。そして私が最も評価しているのは楽曲だ。アニメとは思えないほど素晴らしいオーケストラが使われている。特に戦闘シーンに使われたサントラは完全に SF 映画のそれ、日本のアニメには馴染みがないメロディーラインだった。ここまでガチガチの SF なのに可愛い女の子登場させまくってレズと熱血を両立させてる学園ものに仕上げてやがるぞ。その上現代のLGBT 企画もクリアときた。全く抜け目がない。俺の中で至高の SF ロボアニメ、水星のガルガンティアを脅かす存在と言えるだろう。全くもってガンダムにしておくには惜しい作品だ。お前らが一番好きなキャラクターは誰だ？俺はもちろんグエルだ。傲慢な大企業のお坊ちゃまがボロ雑巾みたいに扱われて土方でバイトやってるという楽さ。マジで笑える。綺麗な顔がぐちゃぐちゃになって一皮むけて男になるまでが楽しみで仕方がない。構成したヤンキー色に通じるものがあるな。今後の活躍に注目だ。そして主人公のタヌキ、こいつは本物のサイコパスだ。周りがドロドロとした暴力と策略で溢れて死人も出ているのに、一人だけ頭お花畑でエンジョイ学園ライフを送ってやがる。プロローグの4歳の時に、タワチ、タワチ、ミツってなんかペッキをロックオンしてるシーン、正直やばすぎて震えが止まらなかった。ちなみにこの時彼は気づいていなかった。プロローグにおけるスレッタらしき少女エリーの年齢はわずか4歳。21年後の世界ではスレッタの年齢は15歳。明らかに年齢が合わないのである。プロローグの時点でエリーはすでに死亡しており、現在のスレッタは偽名を使った同一人物に見せかけた全くの別人説。それを指摘したのは誰であろう。専業 YouTuber になるまで手取り17万円で働いていた元社畜のガノタであった。これによりスレッタの正体はプルシリーズというより、むしろエイリアン4のリプリー、つまり水星の魔女は学園 SF やアニメに見せかけた SF ホラーだったのだ。だがやはり最終話だよな。ママに洗脳されて血まみれでニコニコしてるのは、正直ミカよりヤバいガチだ。シーズン2で曇って絶望に叩き落とされる描写が楽しみに仕方がない。ちなみにこのシーンはグロすぎて放送倫理委員会にクレームを入れたやつがいるらしいが、俺もクレームを入れたくなる。人間一人に対して血液の量が多すぎるよな。前に自動車工場で働いてるやつから2000トンのプレス機に挟まれてシミになった人間の話を聞いたが、意外と人間の血液って飛び散らないんだよな。せめて血液の量を半分にして肉片をこびりつかせた方がリアルだろう。人間が金属に潰された正しい描写をしておけば誰も文句は言うまい。最後に唯一の不満点というか危惧してる問題点があるんだが、主人公のエアリアルが強すぎてオカルト性能になりそうなのが不満だ。なんか謎の衝撃波出し始めて無双したり、とりあえずファンネル使っとけばオッケーみたいな。今なんて言いました？ファンネルじゃなくてガンビットですけど、脳波コントロールするファンネルとは全然違います。
ともかく俺が嫌いなのはコンピューター乗せた兵器のくせにユニコーンみたいに思いの力でとか言ってオカルトパワーを使うのも演出上の逃げだ。基礎展開と言える呪縛霊が操作するナラティブとかもはやホラーの類だからな。ガンダムだかモビルスーツだか知らんが、所詮中小企業が開発した兵器よ。一線を越えるような表現はごめんこうむる。さて今回のレビューは以上だ。いやーまさかこんな面白いとはな。1月8日にシーズン1終わったのにレビューすんの今更かなって正直躊躇してたぞ。リアタイで見とけばよかったと今は後悔している。今作水星の魔女はガンダムを抜きにしても SF ロボアニメとして見て間違いなく傑作なので、ガンダムド素人のアニメ好きにはぜひ視聴してほしい。俺もシーズン2は楽しみだぞ。最後にそうだな、あ、推しのなんか生徒とかコメントに書いといてくれ。あのなんか褐色のやつとかすごいエッチだよな。それでは将軍さらばだ。